みたいで、日常会話で、日常会話で、はい、今日は大沢さんのところでこういったもので選ばせていただきます。選ばせていただきます。これももう大沢さんにオーダーで全部もらいました。今これを着て公演活動もあっておりますので、今日はまたさらなる次のステージ衣装を作っていただきにやってまいりました。昨日選んでたんですよ。あ、そうなんですか。ね、広報どんなものかなみたいな。そうそうそう、はいはい、でもしたらね、やっぱりどうしても根系、本グレー系が多いでしょ、なもんだからね、どうしても、ね、すっごく生きなんです、これ、こんなの選んで、すごいね。こないだね、こんなんておっしゃってたから、はいはい、じゃあ今はなんかね、イベントに行きたいのかな、何かのイベントの時なのかな、どうしても、もうないのよね、これしかないのよね、数少ないから、ね。でもまあ線もね、いいですし、こうやっぱり光沢があって、よかったです。明るい感じでいいです、ね。今まで来たことないですか？ない、ないですね。だから非常にこの1ヶ月間新鮮なあの日々を週に1回ぐらい来てるんですけど、週に1回公演、はい、週に1回ぐらいのペースで。あ、そうですか。まあ、また今週もまた京都、広島と行きますんで。すごいですね。これを着て。100人ぐらいの会場でもやっぱりね、遠くから見てこうパッと見えちゃう、やっぱり明るく見えるじゃないですか、で後でこう受講者が撮った写真なんか見せてもらうと、そうなんですよ、わあ、やっぱりこう明るい光沢があって、やっぱりもう花がある、沈んでるこう色じゃなくてね、こう、あ、そうですか、じゃあよかった、そんな感じがしますよね、はい、一番喜んでもらうのが一番嬉しいですよね。いやいや、もう、まあ、狙い通りって感じですね。そうですか。狙い通りって感じですね。なかなか、難しいと思うんですけど、いや、ちょうどいい、だからいい基地があったってことですね。これね、奥さん選択したんですよね。ね、目立っていいんじゃないって、女性の感覚で、またこうやってね、全体で見るとね、こう感じが分かりますし、やっぱ広がると明るくなんですかね、基地っていうのはね。少しだと思う。そうですよね。いいですよ、これぐらいで。良かったです。あんま着てる人いませんからね。だから非常に、どうしてもね、紺とグレーを選んじゃうんです、無難な色。無難な色でね。そうですよね、まあ、冒険ができないんですよね。一着はそれは持っとけばいいんでしょうけどね。そうですよね。それだけだとね、ありがとうございます。まあ、イタリアに行ったら